しもし。もしもし。お疲れ様。じゃあね。おかえり。遅くなっちゃった。ごめんね。うん。めっちゃいい匂いする。ビール一本飲んじゃった。うん。美味しそう。いただきます。弁当入ってたトマト。うん、うん、ちゃう。あ、違う。あ、ちゃうんだ。味付けが違う。美味しそう、これ美味しい。鳥料理もちょっと好きかも。バラ、なんでよ。ジューシー。タレかける？つけるわ。おいしい。寒なるらしいんだけど、こんな調子でほんまに寒なるのかなと思ってます。確かに。今までその結構お互いがどんだけ毎日貯金してるかとかさ、あんま把握したことなかったから。お小遣い制でいいよ。管理できひんもん、逆に。手取り合わせて生活費全部引いて保険代とか。保険代いくらだ。なんで税金だけでこの取られなあかんの。だから日用品とかお互い払ってるやん。うん。だから分かりにくいな、そういうのって。そうやけど、たまにお菓子とか、とかアイスとかカレーとか頼んだりとか。手にかけるお金はそんな惜しまんでいいかな。そこを惜しんだらストレスかなって思うから。愛しくない。